黒田氏は武家、家族だった日本の氏族の一つ。福岡藩主黒田氏の系統とくるり藩主黒田氏の系統は江戸時代の大名家となった。維新後前者は公爵家、公者は死爵家に劣した。近世、黒田義孝、長政夫氏が区全国に福岡藩を立藩した黒田氏は、その40年ほど後に作成された官営書家系図伝によると、 戦国時代後期に活動した、ハリマ国の国人領主、黒田重隆まで遡ることができる。重隆は、ハリマの有力豪族、小寺氏に重心として仕えた武将であり、吉高の祖父にあたる。関英書家系図伝によると、重隆以前は、この間中絶となっており伝承されていなかったようで、あるが、それ以前の系譜として、中世の間、 大見国に勢力を持った佐々木氏の分野筋である、黒田氏の流れであると紹介している。関英諸家系図伝のさらに60年ほど後、福岡藩市、貝原駅県によって編纂された、黒田家父によると、黒田重鷹の父として、大見黒田氏出身者の後世が新たに登場し、後世の代に大見を離れたとして、大見黒田氏が、 福岡藩主黒田氏と同族であることの補説としている。ただし、これらの大見黒田氏を福岡藩主黒田氏に結びつける、この説は、近世から疑問視する向きもあり、また、書室資料が一般的に議書とされる、高原武漢にあるものという指摘もあり、歴史学者の諏訪勝則によると、現在では福岡黒田氏の起源を大見源氏に求める。 従来の説は慎重にならざるを得ないとしている。また黒田長政が日光島将軍に寄進した石の鳥居には黒田畜前主藤原長政と名前が彫り込まれていることから長政が本性を藤原氏としていたことがわかり、家門が藤原氏の使用する藤の門を取り入れた黒田藤智衛門であることも整合性が取れる。この藤智衛の門は黒だけが はり時代に仕えた、主家、昭治家が用いた藤、士、立花の友江門を継承しているともされる。江戸時代、近世大名となった黒岳は主に、石持門を、表門としている。黒岳の聖師、黒田家父によると、16世紀初め、大見源氏の分流佐々木支流である黒田高生は、大見を出本して、同じ大見源氏の流れである、越後国の家事などを頼って、 備前国奥軍福岡に移った。そして後世の子、重隆の時に、針馬国に移り、同国の有力豪族である小寺氏に仕えた。近世になって成立した、無限物語によると、重隆は、家電の目薬を製造、販売し、やがて土豪として成長したとされる。元から、針馬地域の出身であり赤松氏一族に仕えた、説など、数多くの説が、 近年の研究から唱えられている。黒田茂鷹の古職隆氏が赤松氏の一族であるハリマの有力豪族、小寺氏に仕え、その養女を迎えて自らも小寺氏を称した。職、隆氏の子、吉鷹は織田信長に従い、その重臣である橋場秀吉の帰化に入った。その際、小寺氏が織田氏に敵対して衰退すると吉鷹は死を黒田に服している。 1587年部全国な活動主12万国となる。1600年の関ヶ原の戦いで、吉高、長政府氏は徳川方につき、軍港により地区全国52万3千余石を与えられ、福岡藩を立藩。長政が初代藩主になった。以後黒田氏は代々福岡藩主となり、国替えもなく幕末に至る。二代、忠行以降は、 代々松平畜前神の名を与えられた。黒田家宗家は第六代目、半数継高の時、息子二人が相次いで創生し、後継問題に見舞われた。当初は次高の長女、藤子が嫁いだ、岡山藩池田市から外村、町体を養子に迎える予定だったが、幕府の要請により、春雪が一橋徳川家から養子に入った。その後も養子が続き、 多度津藩京北市、薩摩藩島津市、遺説藩東道氏から迎えている。養子とする際は、性質を仙台藩主の即女や、遠類の娘とし、入り婿とした。明治維新後は公爵に劣せられ、大名家族となった。なお、黒田義孝は、有岡城の戦いから救出された後に、有岡城の土郎で世話を受けた、年一流加藤市氏の支流、伊丹氏の一族とされる。 加藤茂徳の次男を養子に迎え、黒田生を与えて、黒田一世と名乗らせている。一世は、関ヶ原の戦いで功績を残し、福岡藩立藩後には、藩対老となり皆木黒田家を起こし、明治まで代々、藩主に仕えた。このほか、黒田生を与えられた家には、立花黒田家などがある。黒田家診断は俗に、黒田二十四期、黒田八虎として知られる。 なお、六百二十三年、長政の三男長校は、畜前国秋月藩五万国。四男高生は、畜前国あずま連治、藩四万国が分与され、明治維新後は、元秋月藩主は死者元あずま連次藩主は男爵、反太郎南黒岳当主は男爵に劣せられた。鎌倉時代末期、京国胸氏の弟とされる、荘三鶴が、大見国以下軍。 黒田村に住み、黒田氏を称したのが、始まりと言われる。この黒田氏は主に、室町幕府将軍の法公衆としての活動の、記録が残っており、黒田高生が大江を離れたとされるよりも後の、時代である、天文年間まで存在が確認されるという。黒田家父、関英書家系図でなどによると、福岡藩主黒だけはこの末裔とされるが、戦術の通り疑問視する向きも強い。 近年、赤裸藩氏黒岳文書、ハリマ館には、黒田官兵吉高は、大武将、黒田村の出身とする、本庁通記、長い低層説が出てきた。これは、ハリマ国赤藩松平家のカラオ職は、代々黒けであり、同性である。がゆえに、古文書等の遺書書に、黒田氏の先祖は、ハリマ国赤裸郡黒田村の記述があるという、 東ハリマの一大土豪であった赤七と黒田氏は、お互いの家に着手が耐えると養子を譲り合いながら、家計を継いできたという。江戸時代末期に、兵庫県西脇市にある荘厳寺に奉納されたという、伝承の荘厳寺本黒田家略系図によると、黒田氏は、ハリマの守護大名、赤松氏の分流であり、赤松の利村の弟の遠行の子である、黒田重光という人物をそっとする。 重光は、室町時代初期にこの地を治めたとされ、以後代々張り国高郡黒田城の城主として、黒田氏は存続し、八代目黒田城主が黒田重高になるとしている。九代目に黒田春高が存在し、吉高は春高の弟となっている。なお、この黒田氏は春高の第二合戦に敗れ滅亡したとされている。従来説と大きく違う、この系図は、 黒田義孝の祖父とされている黒田重隆が祖父ではなく実父であるとしている。また、義孝の父とされている黒田翼隆氏は義孝の養父となっており、黒田氏ではなく小寺氏の人物であるように記されている。張リ国に、大江源氏流とは違う黒田氏が当初より存在していたという説の論拠ともなりうる系図だが、 江戸時代末期に作成されており、歴史的史実と乖離する記述も多く参見されるため、参考資料とする程度である。判例太都は、実施、細線は、用紙、当主は、太字。重茂高、植高志高とも、吉高利、高利志直行長政一世、忠行長考校生、三つ行の勝長重勝子黒田一貫、 綱政長新長吉鶴子、野村助春。信武正、継高朝廷朝廷。春行町、国春姫、秋月種美。治高長茂この子、山崎義俊、秋月種重蔡高市長県長県長のぶる。成木与朝のぶる。長広朝唱。長下朝元長生長吉朝徳。朝令 長久長高。赤松のリ村の家臣、黒田宗信が、地行地の張馬国高郡黒田省に、黒田城を築き、黒田氏を称した。黒田宗政が内地にして断絶したが、この黒田治虫が、晩州の山中村に隠れ住み、後に、別所の理事に従って、家を再興した。その三男の山中貞幸は、出雲天腰に仕え、貞幸の孫が、 山中高生である。山中高生の子で、河野池財閥の祖となる、河野池直文は、当初晩州の黒田氏本家の養子となっていたという。この黒田氏は、天正六年に、橋場秀吉によって滅ぼされたとされる。河野池直文の子の一人は、黒田氏を名乗っている。なお、前述の福岡藩主、黒田氏の西脇黒田小説の通り、黒田官兵衛とその子孫が、 あまりにも有名なため、当の西脇氏でも、この黒田氏は、兵米の黒田氏であるとの伝承が、地元でも古くからなされている。佐々木支流を称する黒田氏と同じく、京国宗氏の弟とされる、総三つを祖とする。永禄三年、大見国の戦国大名六角義晴の推挙によって、黒田国勝が、宇都宮広綱の家臣となっている。藩太は、実施。 細線は養子、総三鶴、丁宋、胸伸、公共、高宋、高信清高、正光、高尚、信勝、勝秀、勝吉、勝幸、国勝、信勝、佐賀勝。この黒田氏は、もともとは武蔵七党の一つ担当の末裔である。 中山市の出身である。中山市は戦国時代後北条氏に仕え、後北条氏が滅亡した後には、中山寺島モルラが徳川氏に属し、ある一族は旗本となり、また別の一族は水戸藩の不華郎となった。大見国出身で徳川家康に仕えた黒田直綱は勲行を挙げたが20代半ばで若くして没死。これに、 近藤洋勝の六尾黒田洋綱を養子として、加盟を存続させた。上野立林藩主、徳川綱吉の不我老として配属され三千国を領下、漁した洋綱には、実子がいたが、養子として外村にあたる名奥にを迎えた。名奥には、儒学者のお牛空の弟子でもあり、後には、名君と呼ばれ、その人格も高く評価された。時の将軍綱吉にも気に入られ、 縦林氏藩が幕府に再吸収された際幕府直進となり、湘南土役や古将を務め、1700年に一万国を、領して、黒だけは大名にでした。その後も創社藩と自社奉行を兼任するなどし、1703年日立ち、下立藩主一万五千国となり、ついで上野沼田藩主二万五千国、さらに数を受けて三万国の領主となる。 1742年、直国の養子の直お住みの時、和佐くるり藩三万国に、天法となった。犯罪性には苦しみながらも、以降くるり藩主として明治まで存続する。なお上実の福岡藩主黒田氏とは、堺井家を通じ血脈を受け継いでいる。明治維新後、黒田家は死者区に列せられた。母大寺は、中山氏と同じ、埼玉県藩納市藩納の農人寺。は、 実施、細線は容姿中山正縛り、直国、直住鹿通る、直秀直方、直春鹿小鹿政治会にしえ、直数直会、日立国にも黒田氏がある、多賀郡黒田村より怒っている、梶原東安殿に黒が張った夫、同、八兵衛、八之丞がいる。ありがとうございます。